エミリオスカナビーノ、エミリオスカナビーノ、エミリオスカナベの1922年2月28日、ジェノバで誕生、1986年11月28日、ミラノにて死去はイタリアの画家、また彫刻家であった。1922年2月28日、ジェノバで生まれたエミリオスカナビーノは1938年に、 ジェノバのニコロをバラビの美術高等学校へ入学。そこで少年時代に影響を受けた教師のマリオカロンギと会う。1942年ジェノバのサローネ・ロマーノで初めて古典を開催。同年にミラーの大学建築学科へ入学する。1946年ジョルジーナ・ナグラリアと結婚。1947年に初めてパリへ行く。 パリでの生活は長くはなかったが、エドアルド・ジャグエル、ボルス、カミル・デ・ブリエンなどの芸術家や詩人との出会い後の、エミリオの作品に大きな影響を与え、特にポストキュービズムに深く感銘を受けた。1948年に、ジェノバのイソラ・ガローで作品を展示した。1949年に長男が生まれ、翌年、第25回ベネツィア・ビエンナーレに作品を出品する。 1951年のアポッリナレギャラリーでの古典の際に、ロンドンに滞在、エドアルド・パオロッツィ、フィリップ・マルティリン、グラハム・ステルランズ、フランシス・ベーコンと知り合う。イタリアへ帰国後、ミラノのフォロボナ・パルテのマンサードにアトリエ開く。スカナビーノの作品を扱ったのは、美術評論家のグイド・バンロと、美術賞のグイド・ラ・ノーチェ、アルツ・ロ・シュワルツであった。 翌年の1952年アルビス・ソラマリーナのマッゾッティ陶器の工場で働き、ルーチョ、フォンタナ、アスゲル・ヒョルン、グリエム・コルネール、ロベルト・マッタ、ウィフレード、ラーム、ジュゼッペ・カッポグロッシエンリコ・バージ、セルジョ・ダンジェロー、ロベルト・クリッパ、ジャンニ・ドーバー、アゲノ・レファ・プーリ、アリージ・ジサスなどの様々な芸術家と友情を育んだ。同年長女が生まれ、 パウラと名付けた。1954年に再び、ベネツィア・ビエンナーレにて個展を開催、翌年グラツィアの賞、1958年にリッソネ賞を受賞。ベネツィア・ビエンナーレでの個展は、プランポリーニ賞を受賞した。同年、歌賞のカルロ・カルダッツォを担当していた、ガッレリア・デル・ナビリオと契約を結び、家族とミラノへ移住。カルロ・カルダッツォとは講師にわたって、 関係を深めた。スカナビーノの作品は、エンリコ・クリスポルーティ、グイド・バンド、ジャンピエロ・ジャーニ、エドアルド・ジャグエル、ジル・ロ・ドルフレス、ロベルト・サネーシー、フランコルス・ソーリーとアライン・ジョフ・フローイなどの多くの評論家に評価された。1960年スポレート賞、サスタリ賞、バレーシア賞、リーニャーの賞を受賞、第三十回ベネツィア・ビエンナーレへの古典開催の 依頼を再度受ける。1962年カリーチェリグーレに古い絵を買い、アトリエに作り変える。その後ミラノでジャンにマラバルバという美術収集家と知り合い友情を結ぶ。1963年ラスペツヤ賞の受賞後、7年来の親友でスカナビーノを献身的に支えたカルロ・カルダッツォが突然死去。親友の死はスカナビーノをひどく苦しめた。しかし、 カルロの兄弟であるレナト・カルダッツォが美術賞の仕事を引き継ぎ、スカナビーノの名をイタリアだけでなく世界中に広めることに大きく貢献した。1966年の第33回ベネツィア・ビエンナーレで再度個展を開催、ピニー・ファリーナ賞を獲得した。1968年、カリーチェ・リグーレへ多数のアーティストを集めて小さな共同体を作る。 1970年メントーネビエンナーレのグランプリ賞を受賞、雑誌ウオモエラルテの編集長であり、美術収集家でもあるフランコ・カステッリと親睦を深めた。カステッリはスカナビーノを大きく支持した。1971年に大きな手術を乗り越え、新しいスタイルの開発を研究する。カリーチェリフーレで働く傍ら、ベルギー、フランス。 ドイツへ旅行した。その後、1973年から1974年にかけて、ダルムシュタットのクンシュタでは、スカナビーの名作展を開催した。名作展は1974年に、ベネツィアのパラッツォグラッシュとミラノのパラッツレアーレも開催された。1982年、病状の悪化にもかかわらず、仕事を継続、公共施設や、 民間施設で様々な展示会を開催。1986年には、ローマのクアドリエンナーレディアルテエス作品を出品した。1986年11月28日に、ミラノで亡くなった。具象画家のような作品で始めたスカラビーノは、短期間でポストキュービズムの形に変わり、50年代の上旬は、ものの形が完全に消えるまでだんだん形を、 様式化をした。1954年スカラビーノの作品に彼の象徴になる結び目が初めて現れる。その結び目はその後の作品の中心になった。50年代の作品は彼の作品の中で一番綺麗だと思われる。その作品の中で彼の芸術の象徴である精神の苦悩が映されている。70年代の下旬の絵に 結び目は完璧に明確され、不安な形で描かれている。恐怖な形で赤い位の色で染み付けられてあるように描かれたこともある。スカナビーノは、ちゃんとした芸術活動にはとても入れにくい。抽象な表現主義とハンスワルトゥングとジョルジュマ中に、近いアンフォルメル抽象主義者のように考えられている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。